本日は青山にあります A コレクションに来ています。 A コレクションは番組でジュエリーをお借りしています。それでは中に入ってみましょうか。はい、A コレクションさんはですね、番組で何度となくご協力いただいてるんですけども、実は A コレクションさんとのご縁はこの私のお守りであるネックレスをリフォームしていただいたところからなんです。こちらは、大切な方からいただいた、大切なアクアマリン、私の誕生石なんですけども、こちらを、石を持ち込みまして、とにかくシンプルにデザインしていただきたいんですというところで、このようなデザインをしていただき、今ではもうお守りとしてほぼ毎日つけています。そのね、A コレクションさんで今日はちょっとねアクセサリーを皆さんにご紹介させていただきますね。私は基本的にはそうですね、シンプルなものが好きです。実は今 A コレクションさんで私の中で一番のお気に入りはこちらなんです。すごい、見てください、この繊細な感じ見えますか。キラ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 していますけど、やっぱりね、女性にはこの輝きは何とも言えない魅力的なものに映ります。実はこのデザイン、もともとはこういうデザインだったんですよ。それをここの部分を外していただき、こういう感じになるようにデザインするのはいかがでしょうかというご提案をしてみました。今私こちらのお気に入りの方をつけてみますので見てくださいね。さて、いかがですか。この耳たぶから雫のように落ちる感じっていうのが実は私はとっても好きなんですけども、いかがなんでしょうか。耳たぶからこう雫が垂れているようなキラキラとしたダイヤモンドの輝きが本当に表情をまたさらに明るくしてくれて、はい、嬉しい。北原様にぴったりのピエスに表情を明るくしてくれるっていうなんか言葉はとってもいいですね、はい、そう、女性に明るさとパワーを与えてくれるんですよ。もうすごく見てるだけでね、はい、こう明るい気持ちになったりとか、はい、あ、元気に今日も頑張ろうって思えるんですよね、はい、何ですか。なんかすごいものがいろいろ出てきて、天然石の原石が出てきちゃいました。なんだかわからないことに私もなってきていて、こちらスタールビーですって。あ、やだ、ちょっとびっくりしました。私スタールビーですんだ。なんかドキドキしちゃう、大丈夫、泣きたくなっちゃうから。チョコレートみたいに見えるんですけど私にはちょっとチョコレートみたいに見えるんですけど、チョコレートではないんです。宝石の原石です、うん、ちょっと怖くてうまく息ができない感じです私。ありがとうございます。なんだかとっても満喫させていただきました。やっぱりね、女性にはこういうね時間大切ですね。こう輝くものを身につけ、輝くものを目にして、自分の中の輝き、こう、ね、磨きをかける、とってもいい時間だった。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも満足していただけましたでしょうか。それでは満足していただいた方はチャンネル登録お願いします。